ここはアバート刑務所。極悪非道な囚人たちが収容されている。そこにプチプチひなこ葵が収容されてしまった。今回の監視は新道寺。果たして3人は脱獄できるのか。ルール説明。ひび割れた石レンガを壊すには石ピッケが必要で、砂、土、木材は素手で壊すことができる。これはもしも新道寺が監視だったらという本編とは別の世界のストーリーである。8日目。眠たい。おはよう。葵ちゃん、葵ちゃん。なんかすごい真上から声が聞こえる。ねえ、葵ちゃんってば、おはよう。ひなこちゃん、ひなこちゃん。葵ちゃん。ねえ、そんなに気安く来ちゃダメだって。おはよう、葵ちゃん。元気いっぱいだね、今日も。で、バレたらやばいよ、ひなこちゃん。大丈夫？バレるわけないじゃん、そんなの。うち、思ったことがあるんだけどさ。うん。ベッチ、バカですぐ懲罰房行くからさ。うん。あの、水路制御室の鍵とかダクトの鍵、葵ちゃんが持っててよ。ああ、確かに。じゃあ、鍵持ってるから、葵は懲罰房入らないってことだよね。あ、私が守る。本当だよね。裏切らないでね。大丈夫。プッチを売るから安心して。ここで同盟組もう。プッチ売る同盟。いや、本当に、青がいないと脱獄できなくなっちゃうからね。いや、本当、絶対裏切らない、葵ちゃんのことは。その代わり、プッチは二人でいつでも裏切るって同盟組もう。あ、いいよ、オッケー。女同盟ね。女同盟です。じゃあ、そういうことで、戻るね、葵ちゃん。戻って、早く戻って、バレちゃうから。これ、しまうのだるいからよろしく。あ、オッケー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 。おーい。やばいやばい、葵ちゃんどうしよう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 。おはよう、みんな。どうしようどうしようどうしよう。おはよう。ファンシュ、ファンシュ、こっち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 来てくださいよ。どうした？どうした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 。おはよう。こっち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 。どうした葵の、なんだ。プッチーが、うん、プッチーがまだ寝てるっぽいんすよ。寝てるっぽいっすよって、うん、全然返事返ってこないっすよ。うん、プチプチ。起こしても起こしてもいないんだよね、プッチ。あれ、おい、プチプチいねえぞ。違うだろ、懲罰堀行ってんだよ。ボケさせんな。俺にまでボケさせんな、お前ら。懲罰棒だよ。懲罰棒行ったんだ。はい、おはよう。みなこ、おはよう。おはよう、監修。はい、おはようございます。はい、じゃあ朝礼始めますよ、皆さん。はーい、じゃあ行きます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ということで、今日は君たちが刑務所に来てから8日目です。はい。そして残りの日数は19日となりました。少ない。おめでとうございます。え？残り日数19日です。ね、もう20日切ったよ。おかしくない？いや、そりゃ減るだろ。そうだよ。いやだよ。だってもう8日目だもん、来てからここに。まあ、君たちがちゃんとしてればあと19日生きていられます、この世に。でもなんか粗相しちゃったりしたら、もっと減るかもしれないんで気をつけてください。はい、いいでしょうか。プチプチくらいしかそんなことしないですよ。まあそうだね。じゃあプチプチだけ経費減らすか。そう、あいつやばいですよ。監視に殺すって書くなんてどうかしてますって。そうだよな、どうかしてる。 やっぱ経費どうしようか。もう各自で経費カウントしちゃう。もうそれか。いや、ありですよね。プチの経費青にください。あ、じゃあみんなで分けるか、プチプチの経費を。いいですね、いいですね。そうしようか。プチプチ経費分けましょう。そうしようか。まあちょ、今プチプチにね、反省文書かせてるの。反省文ね、はい、だからその反省文見てから考えるか。あ、そうしましょう、そうしましょう。よし、プチ書けるんだ、プチ。じゃあとりあえずみんな出て、一旦出て、あの懲罰房にちょっと向かい行くか。プチ文字書けないよ。文字書けないの、あいつ。もう終わったじゃん。大丈夫かな、書けてんのかな。プチ、頭悪悪をだから。頭悪悪をすごい悪口言ってんな。ダメだよ、仲間でしょ君たち。プチプチは仲間じゃないっすよ、別に。違うよね、仲間じゃないの。いや、一瞬捕まっただけで別に仲間ではないっすよね。そうなんだ。はい、だって私と葵ちゃん女同盟組んでるもん。いや、プチプチも自分のこと女って言ってたよ。じゃあちょっと虚勢してあげてよ、二人で。虚勢していいっすよ。俺が、うん、そういうの、あの趣味でしょ、ね、趣味じゃねえよ、どんな趣味だよ。やだよ、ちょっとグロそうだもん。やめとこ、この話。よし、じゃあちょっとみんなで迎えるから、とりあえず一旦入って。まあいいね、でも女の子同士だったらね、仲良くしてそうだね。仲良くできますよ。ってことだよ、プチプチが原因か。そうですよ。
あ、そうなんだ。あ、ちなみにまだシステム壊れてるからもういいよ、ここ取って。ありがとうございます。はい、取っちゃって取っちゃって。もうここね、今壊れてんだよ。全くもうね、動作しなくなっちゃってさ。はいはい、ありがとうございます。やっぱ爆発っていう風での事故がいつ起きてもおかしくないですね、この刑務所は。まあそうだな、マスクは特別古かったからな。おいおい、勝手に開けていくな、おい青いの。あ、いたいた。何してんの。おい、プチプチ起きてるか。何してんの。あ、みんな、いや暇だったから。何してんの。ジャリジャリしてた、こうやって。まあ、先に、ちょっと先に反省文ちょうだい。それから考えるから。反省文次第では、今日一日入ってもらうから。めっちゃいい。あ、それは困るね。はい、タッチ、ちゃんと書いたよね。ちゃんと書いた。お、反省文ってちゃんと本になってる。えらい。じゃあ読みますよ。私は10月7日に無断でアルバイトしました。すごいな、なんか10月の10月は漢字で7日だけ数字なんだけど、すごいことになってるな。拘束で禁止されているにもかかわらず軽率な判断をしてしまったことを後悔しています。ん、どういうことだ。私は二度と違反行為をしないように心から反省をします。反省をする上で反省を頑張ります。なるほど。反省をするんだね。ごめんなさい。全然関係ないけど、今日は友達のつよしくんが誕生日なんだ。関係ないね、めちゃくちゃ。プレゼントは何を買った方がいい。ネックレスとかおすすめ。ネックレスはダメだよ。なん、自問自答してるんだけど、こいつうざいな。そうだ、あれにしよう。チリトリにしよう。チリトリどうよ。よし、じゃあ二人とも行くよ。待って、違う、反省文制作ツールがちょっとごじってて、ちょっとおかしくなってたんだよ。反省文、なんて反省文。反省文制作ツール、反省文制作ツールを使ってこれ書いたってこと。そう、だって反省文制作ツールでついた、まあまあまあ、書いたものは反省文だよ。まあ本人もこう言ってることですし、許してあげましょうよ。まあ確かに、まあ俺は確かに反省文を書けとしか言ってなかったしな。なんだよそのトンチ、意味わかんねえよ。もういいけど。だって今日の起こったことを反省文にまとめて書けって言われてないもん俺。歌手聞いてください。何いいよ。ちょっと言っちゃってるんです。そうなんです、許してあげてください。バカなんです、バカなんです。すいません、本当にすいません。おめえのせいだよ、おめえのせいで。今うるさい、お前かまってやかばってやってるんだから黙ってろ。まあしょうがないな、それならな。はい、の顔にイメージって許してやってください。見てくださいよこれ、できると思います。そんな器用なことできないな。あ、そうですよね。できる、確かにな。できる、俺ならできる。あー、分かった、重症だね、これは。重症だね。そうなんです、仕方ないね。まあ、だとしても、今日は皆さん、まあ、この反省文書けって言ったけど、さすがにこれは中身ふざけてると思うんで、まあ、プチプチは懲罰棒ではないけど、まあ、連帯責任として、今日は自由時間はなしです。これはふざけてるでしょ、さすがにこの反省文は。でも反省文ツールで書いたから、でも反省はしてないよね、皆さん。反省文を書くのは反省するっていう理由とはまた別じゃないですか。はい、ダメです。ということで皆さん、私の権限により今日は自由時間なしです。刑務作業してもらいます。はい、刑務作業しに行くよ。もう最悪。プッチがちゃんと反省文書かないからね、バカ。そうだよ。何やってんの。おい、はい、じゃあ皆さんこっちです、ついてきてください。はい、そしてちょっと待って、クッキー持ってるね、クッキー。はい、さっきからボリボリ、くれたじゃないですか。さっきからボリボリさ食ってたよね。なんかくれたじゃないですか。あれ、開けたっけ俺クッキー。くれましたよ。あげてたじゃん、アスエの時。ああ、そっか。ああ、その余りがあるわけね。はい、じゃあいいよ。はい、じゃあみんな今日はここ。うわ、ここか。自由時間はなしで、この前ここボロボロにしてくれたよね。もう完成したんじゃなかった。完成してないです。入って。でもさ、これ取っちゃえばいいんじゃない、工事中を。あ、そうだね、もう工事中取っちゃおうか。はい、完成。違う、ダメだった。あー、懲罰も3人とも行く。嫌です。はい、戻してください。おい、誰がバカって書いた。はい、違うんですよ、これは。これにこいつに向けて言ってるんです。いいんですか。お前、よし、もう行こう。よし、行くよ。完成ってなってる。はい、はい、おい、完成してねえ。おいね、完成してんのに。してない、まだ工事中。これ何直せばいいのこれ。ねえ、ムカつくな。何直せばいいんじゃねえだろう。ここ思いっきり穴開いてんだろ、これ。元に戻しなさい。はーい。
わかりました。これ元に戻してください、ちゃんと。うちかっこよくしようぜ、かっこよくしようぜ。かっこよくとかしなくていいから、うん、もういいから。これダメ、ここ、ここに入れないで、ここダメ、ここ。あれ、こうじゃなかったっけ。こうじゃない。じゃあ、今日責任者をひなこに任せるから、もしこの二人がちゃんとやってなかったらひなこが懲罰坊だからね。わかった。よし、頑張るぞ。無理ですよ、カンス。このバカ二人を私の手に負えると思ってるんですか。大丈夫、元看守だろ。あれ、これ合ってる。分かりました、分かりました、頑張ります。そうだ、じゃあ元看守、ほらこれ私だったけど、ほら、ありがとうございます。で、あとなんかちょっともう、はい、ちょっとめんどくさいから、ちょっとお前らもうなんかムカつくから、これはしご渡しとくから、はしごもかけといて、はい、あ、上までですか。そう、上に行ってもどうせ感電して死ぬだけだから、もうしたこっちゃない。もうとりあえずそれも全部しといて、完成させといてね。私にはできそうにないかもしれない。任せたよ。ちょ、あの監修モードなっていいから、監修モードに。わかりました、頑張ります。はい、じゃあ、おい、早く行け、お前。なんで違う、俺には監修せんでいいんだよ。これドアどこつければいいんだっけ。ここだ。何、痛い。すぐ働けよ、お前ら。おい、ふざけんなよ、お前のせいで超壺入ったじゃん。ごめんなさい、ごめんなさい。開けます、ここ。はいはい。あ、そうだ。ね、はしごもらったよ。ね、ちょ、いけないじゃん、これね。いけないじゃん、これね。ちゃんとステーキ、君たち、ほんとに。え、これ上いけるじゃん、これ。え、脱獄できる？登っていいよね、別に。いいよね。いいんじゃない？なんか別に、かけとけって言われたし。あ、どうでもいいって言われたから大丈夫か。あ、上来た。これ、待って、これさ、いけんじゃない？これ、脱獄できそうだけど、じゃん。これ。夏子もできんじゃない、これ。いっちゃう、葵ちゃん、行ってよ、葵ちゃん。てんだよ。え、バチバチしてたね。え、でも、え、ダメージは？ダメージはいっぱい痛い。おい、なんすか、もう。プチプチ。お前、青いのに言ってください、文句は。反省してないな。じゃあ青いのに言ってください。あいつが落としたんすよ。普通に落としたんすよ。何やってんの。次反省文100ページだからね。100ページとかもはや、じゃあもうそれ反省文ツールで書きますね。もう誰が反省文ツールや。ちゃんと自分の考えで書きなさい、反省文は。何やってんの、遊んでんの。あ、そうだ、責任の所在はひなこだったな。ひなこ。はい、何ですか。こいつが上で遊んでたぞ。あ、違います。どうしたあまりにもサボってたんで、早くそこから飛び降りなさいって言ったんです、私が。ああ、そういうことね。その、はい、死刑日を待たずにして、お前はもう死ねってことね。そうです、私監守代理なんで。ああ、なるほど、そういう判断だったわけね。任せられたんで、はい、私の判断の下で彼を飛び降りさせました。そうなの。あの、ちゃんと責任は取れてます。ああ、こいつが責任取ったってことね、ちゃんとね。はい、大丈夫です。任せてください。怖い。ひなゆきいる、ひなゆき。じゃあ、ちゃんとしっかり頼むよ。もし、なんかまたあったら、ひなこは責任者だからね。責任取ってね。はい、もう任せてください。ほら、はい、お前ら働け、早く。おい、仕事しろよ。葵ちゃん、もう全くもう何してる、もうつい、あの、完成じゃない。どっか掘ってほしい。ここ掘る。石にするか。これだってさ、もしさ、何かに使うときに丸見えじゃない方が絶対良くない。確かに世界丸見えなのは困る。ちょっとウィング作るね。ウィング。うん、ウィング、翼。なんで。いや、反対側に翼があったから。え、嘘でしょ。誰、ゆうちゃん、ここ反対側に翼作ったの、これ。待って、何のこと。待ってどれ。ウィング。これウィング。あ、まあちょっといいな、このウィング。ちょっといいだろう、だから。え、上までウィングしようよ。じゃあ、オッケー、上までウィングね。あ、いいね。あ、いいじゃん、かっこよくない。もう一個、右も。はい、オッケー。ねえ、もう一回上見に行かない、葵ちゃん。プッチ行ってきて。ちょ、私残りやっとく、なんか怒られちゃうから。え、俺また落とされるよ、これ、葵ちゃんに。やめてね、本当に。どうしようかな、うずうずしてきた、右手が。やめろ、お前、俺が落とすぞ。でもこれ、電気が朝走ってるから行けなさそうだってよ、ビリビリして。なんか見えないの、ほら、いて。でもなんか繋がってるね、やっぱり。最後まで、あの穴のとこまで繋がってた。繋がってるね。プッチ、どこにいるの、それ。屋根の上。なんで落とされた。ねえ。待ってよ、もう。落としてないよ。落としてないって。おー、高尾ちゃん、もうまた落としてたから。おー、プッチがミスった。
ただけだろ、青のせいにすんだって。どこにいんのプッチ。ねえプッチ、やばい、監視来たぞ。おーい、どうだ、作業進んでるか。いい感じ、いい感じ。監修プッチが、あれ落とされたんすよ、またおえちゃんに。今回死ななかったけど。いや、落としてない、落としてない。プッチがふざけてました。落とされた、落とされた。なんで、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 なんでいんのここに。上の点検して、上はなんかいるのかな、装飾と思ったら落ちて屋根の上にいた。さっき言ったよね、ふざけてることしてると反省文100ページだって。別にふざけてはないっすよ、上の点検してたんだよ。責任者。はい、何ですか。なんかプチプチが上から降ってきたんだけど。あ、そうなんですよ、なんか上まではしごつながってるか確認してきてって言ってお願いしてたんですけど、なんか強風に煽られて落ちちゃったみたいで。そんなペラペラなのお前。ペラペラ。高いとこ、高いとこ風強いからねプチね。なるほどね。ペラペラ。わー、やばい、風がやばい。あ、ほらペラペラだ。おーおー、そんなわけない、そんなわけない、そんなわけない。かかった。じゃあ上、上何、上のはしごちゃんとかかってるか様子見てたってこと。あ、かかってました。そうですよ。ちゃんとできたってことね。あ、じゃあ他は。え、全部完成しましたよ。完成した、本当に。はい、したよね。完成しました。完成した、完璧完璧。おお、見ます、こっから入るの。はい、そっからです、入り口は。はい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 。あ、元に戻ってる、ありがとう。上まで見てくださいよ。よし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 。ほら、行くぞお前ら。お前らも行くぞ。オッケー。おいおい、だ、誰か今殴ったんだけど、俺のこと。ひなこ、お前か。あ、いや、多分違いますね。誰だ。私、あっちにいました。誰か殴ってたか見たんですか。いや、誰か見たんですか。いや、見てはないけど。じゃあ、見てないことはもうちょっと、証拠の立証がしようがないですよね。うん、証拠ないですね。と、ヘリクスばっか言って。ない、しょうがないわ。おーい。え、誰だ。自分で落ちてなかった今。絶対今この3人だ。今悪い、今足踏み外してたよね。自分から落ちてたよ今。うわ、そうやって人になすりつけるタイプなんですか、もしかして。分かった、感謝感謝、分かりました。先行きますから私。オッケー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 。ほら、あ、そう、こうやってやればいいじゃん。こうやって行くんですよ、分かります。 なるほどね。あ、見ながらね。はい、そうそうそう、こうやって、はいはいはい、こうやって見ながら、こうこうこうか。だったら分かるよな、誰か。そうです、そうです。よしよし。あー、おー、もう落ちちゃったじゃん、葵ちゃん。あれ、いや、青じゃねえ。どう考えて。待て待て待て、俺上から叩かれたよ今。上まで上がりました。ほら、上までちゃんとつなぎましたよ。おー、よし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 、ちゃんとやってるな。落とすな、落とすな、落とすな。落とすなって。ダメ、危ないからね。はい、降りて。まあ、危ないから降りてみ。あ、やばい、転ぶ。おーい。ごめんなさい、監修。おーい、ひなこ。ごめんなさい、違う。めっちゃってちゃった。パチパチパチ。ねえ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 。パチ。ちょっと気持ちいいだよねこれ、頭皮が。ああ。おーい。ああ、ヒコロビト。ヒコロビトってどういうこと？あ、喉乾いちゃって。喉乾いて。喉乾いて。なんで？お前ヒコロビすぎだろ。いや、ちょっと水分補給足りてないですよね最近。お前もしかして電柱触った？え、電柱触って干からびなんてことあります？ドゥエンチュって。ドゥエンチュ触って、ドゥエンチュ、ドゥエンチュ触って干からびなんてことあります？はい、降りて。まあいいだろう、とりあえずもう完成したことには変わらないから。変わりないですね。そうですよね。はい、じゃ入れてく、じゃ道具入れてください。いや、ちゃんとみんなにやらせましたよ無事。どうでした？いや、よくやった。はい、じゃあ剣返してください。あ、これ返さなきゃダメですか。そうそうだよ、貸してたんだよ。ち、当たり前だろう。あ、誰を殺すつもりだったんだ。あー、今殴ったね、見たよ。プチプチがやってましたね。プチプチ。あー、今俺の顔のカメラ、おい、顔のカメラだとひなこちゃん殴ってたのちゃんと収めてるぞ、お前。プチプチがやってましたね。プチプチ。あ、でも俺がやったとしてもひなこちゃんが連帯す、あれですよね、あの、まだ。え、でももうだって作業終わっちゃってるから今。剣返した時点で、剣返した時点で私の干渉のターンは終わってるんで。じゃあプチプチ懲罰棒で反省分。お前ひなゆき、お前ってこれは。お前なんだよ。暴力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 。違うんですよ、違うんですよ、違うんですよ。彼は悪くないです。行きましょう次。悪くないの、いいの。急にレベル下がった。じゃあ次、じゃあプチプチ、あの、また刑務作業だからお前たち。君たちは今日は、はい、また刑務作業、本日2回目の刑務作業してもらいます。はい、マジかよ。皆さんちゃんと反省してください。で、この刑務作業中に変なことがあった場合、また懲罰棒です。で、お前だよ。俺か。そうだよ、もし今回の刑務作業で変なことしたら
反省文100枚プラス懲罰簿です。わかりました。皆さん返事は？はいはい。ウィは？じゃあ今日はここだ。あ、なんかこれこの看板邪魔なんでどかします。おい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 、どかすなどかすな、清掃中で書いてんだろ。もうおおのもう待ってきた。ダメだって。お風呂清掃中。お風呂には入れないんですね。わかりました。そうだ、入れる状態じゃないだろう。おい、清掃完了してねえよ今からすんの。お前たちがお風呂の日にめちゃくちゃしたでしょ。お風呂覚えてる？覚えてないです。覚えてない。覚えてないはないだろう。動画見直せ。やったんだよ。違う人じゃないですか。まだ動画出てないっす。食うな、人が話してる時に座るな。そしてお前は入って。お風呂掃除です今日は。はい、あ、掃除するんですね。わかりましたよ。今日はお風呂掃除です。はい、ゲーム作業お風呂掃除です。ここはケッパにしますか。双方行き来できるように。うわー、双方行き来できるようにしてください。びちょびちょじゃん。はい、大変。何があったんですかこれ。おい、水道管破裂してますよ。本当だ。お前何してるね。何やってんの。さっきから座ったり立ったり。いや、なんか勝手に座っちゃうんだよ、ここ通ると。あと水道管が破裂してるんじゃなくて、君たちが水遊びしたからこうなったんです。あれですよ、クラシアン呼んだ方がいいですよ。クラシアン、うん、クラシアン新クラシアンじゃないんだよ。はい、ちょ、聞きなさい。このチェストの中にスポンジが入ってます。はいはい。あ、本当だ、スポンジボブね。ノリノリのやつがいるぞ、一人ノリノリのやつが。マンションのコットナーラのやつじゃない違う違う、スポンジョブの後ろやろ。スポンジョブのオープニングでもう一回やってみて。もう一回やってみて。今の口笛もう一回やってみて。スポンジボーブ、口笛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 。マンションのコットナーラ8000番のやつ聞こえるよね。タラララッタラじゃないの。何それ、マンション。なんかちょっと世代が違うか分かんないね、プーチン。いや、分かんないね、葵ちゃん。こいつはもうおじいちゃんとおばあちゃん。おい、なんか言ってるぞ。老害だから。お前変わんねえだろ。葵のこっち組だろ、どちらかと言ったら。いやいや、分かんない分かんない分かんない。やめてくださいよ、マキ君。若いもんにはちょっときついわ。ついていけない、その話。いいや、もうとりあえずスポンジでちゃんとここ掃除してください。わかりました。わかりました。水全部抜けばいいんですよね。うん、水抜いてください。はい、なんだよ。はい、この監修話長いよね。話長いんだよなあ、やべ、間違えた。ちょっと待って、思いっきり、ちょっと、いや、お風呂のやつも抜いちゃった、水。え、青たちもお風呂抜いたよ。もうとっくにないよ。え、待って、違う、お前、これじゃ、お前、お風呂の排水口通れないじゃん。あ、やばい、バカした。どうしよう。待って、任せて。何？やってくる、私が。何を？あ、違う、バケツあるから、一旦。組めばいいんだ、下に降りて。そうだよそうだよ、天才だ。そういうことか。あ、無限水源。よかった、危ねえ。オッケー、ナイス。オッケー、いけたいけた。ホイちゃん、ん、私覚えてるよ。何を？ねえ、プッチーの方からさ、なんかさ、ダクトみたいなのなかったっけ。あった。使えないかな、ダクトの鍵。ちょっと待って、あれだよね、なんか鉄のトラップドアのやつよね。そうこれだ。え、行こう、行ってみる。え、ちょっと私さ、これ直しとくからさ、おいちゃん。オッケー、プッチ行こうぜ、プッチ。オッケー、ちょっと待って。プッチの方も直しとく、いいよいいよ、やっとくよ。おーい、やだー。待って、作業してるか、ちゃんと、みんな。はーい、作業してます。まだもうちょっと時間かかるな。もうちょっと全然時間欲しいです。あー、まだ全然かかりそう。全然かかります、まだ。本当に大丈夫？もう一生かかります、まだ。あー、オッケー。はい。いや、ご飯、魚がいいか肉がいいかなと思って、みんな。肉。え、魚。あ、魚ね。オッケー。じゃあ魚にするね。肉。オッケー。じゃあ魚用意しとくから、みんな頑張って作業してね。はーい。はーい。よし、来たよ。鍵のところ。え、鍵、葵ちゃんに渡して、プッチ。全部くれ。プッチ悪いことしてすぐなくすからすぐなくすじゃない、すぐいなくなるからはい、全部開け、はい、待って、鍵、ここにある。はい、オッケー、いけ、多分開くんじゃね、それダクトともおかしくないよ。開く？ちょ、見たい。あれ、手に持ってる？開いた！開いた！すごーい！行こう、レッツゴー、行ってらっしゃい。ちょっと水直しとくね。あ、もう治ってる？治ってる。オッケー、
え、これどこ？これあれだわ、作業のとこだ。勤務作業の1個行けなかったとこか、これ。水路制御室の鍵もあるんだっけ？ある。すごい、開通してる。え、待って、全部繋がってるじゃん。ひなこちゃん、お前何来てんの？お前、何来てんの？おい、見張っとけって。見張っとけって、お前開けて、気になっちゃったんだもん、だって。上の段行く、上の段。え、だいぶ進んできたんじゃない？でも全部繋がってるから。でもなんか進歩って進歩ないね、あんまりね。いや、制御室もしかしたら水路で何かしらできるかもしれないよ。あ、水の流れを制御できるってこと？え、制御室のとこに出たの？出たよ。入れんじゃん、すごい。こうか。めっちゃ楽しみ。え、これ何これ、何を制御するの？よし、行くよ。水路の何を？おお、いた。おいた。何があるんだ？うわ、なんか本ある、本、本。本当だ。それ本だけに。読んで。急げ。事務連絡。なぜか管理棟の鍵が医療棟の裏庭のよくわからないチェストに入っていたので回収するようによろしくお願いします。医務室職員。どういうこと？俺が言ってたやつだよ。裏庭に、裏庭あるって言ったじゃない、庭が。何があるって、今。管理棟の鍵がって書いてる。管理棟ってどこだっけ？あれだよ、あれだよ、あのほら、自由広場の前のやつ、あれ管理棟だよ。管理棟って書いてあった。あー、そうじゃん。俺行けるよ、あれ。泳げば行けそうだけどね。行ける。お、なんか行けそうだったよ、今。あー、すごい、行けた。入れた。一番のとこ入れる、これ。これあれか、またダクトン鍵か。入れた。ダクトン鍵じゃね？あ、浮いた。待って、これ隣の旧水路制御室か、これ。じゃない？え、ね、待って、気になる、行っていい？ダメだよ、ダメだよ。ダメ、怖い。行けるね。石のつるほし。え？何？石のつるほし。嘘。待って、プッチ何やってんの？なんか、やばいって、プッチ。これどうなってんの？それはやばいって。これどうなってんの、今。あ、なんかおかしいのついてるって言えば。え、石のピッケルひび割れたレンガ壊せるんだよ。え、これでだいぶ進むぞ。しかも行けるようになるよ、多分。あの病棟の庭、めっちゃ行きたいんだけど。え、ちょっと早く戻ろ。一旦戻ろ。もうこれ以上大丈夫な気が。ね、やばいよ、なんか戻ってきそうだよ。やばい。じゃあ早く、じゃあ早く。これどっから戻るんだっけ、これ。衝撃的なこと言ってもいい？え、何、ためないですぐ言ってよ。何？え、で、お風呂場から出れる。え脱獄できるってこと？脱獄できるっていうか、違う、お風呂場から出れる。出れるけど内緒にしとかない？多分バレない。え、一旦戻ってきて、二人とも一旦戻ってきて。どう、外に出れるんだって。持ってきた。やばい、監視帰ってきて。早く。おーい、どうだ、作業終わってか。どうだ、チェックするぞ。ちょっとだけ待ってて。ん、そっち行って。どうした？おい、何やってんだよ。プッチ、おい。上見て、上、ほら、おいちゃん上見て、上。こっち反対、ほら。何してんの？違うって、待ってって。え？ほら、何やってんの？こっち、やばいよね。え？何してんの、お前ら。わかった、おいちゃん。え？うん、オッケー。じゃあ監視にね、今プレゼント用意してたから目くらまししてたんだ。ああ、そういうこと。何こっち来て。なんだ。おお、綺麗になってきたじゃん。まずこのね、お人形さんたちね。こんにちは。こんにちは。これ女子風呂覗けるよ、これ。更衣室。え、そうなの？もう、覗ける。バカじゃん。本当だ、覗ける。おお、すごい、本当だ。第2のプレゼント、じゃじゃん、お風呂場アスレチック。お風呂場アスレチック、作ったの。作ったって、これ遊んでんじゃん。あと、ごめん、間違えてお風呂の水もね、抜いちゃった。おい、全部抜いてんじゃん。だって水抜けって言ったもん、監修。いや、ここら辺に溢れ出たのやれってことだろう、普通に考えて。だって聞いたよ、かな、全部抜いていいんですかって聞いたもん。うん、聞いた。スポンジは回収して、これ、スポンジ。あとで行きに来る。ひなこちゃんからのプレゼントなのに、ひどい。そうだよ。分かった。じゃあ受け取っとくから、もうちょっと次のお風呂の日にはちょっと回収しといてね。俺こんなスポンジだらけの部屋で風呂入んなきゃいけないの？あ、そう、こっち見て。女湯はね、女湯はもう超綺麗。女湯はどんな感じ？あ、だけだ、お前人の人が入るやつだからって、お前。まあでも、ちゃんとね、
綺麗になってる。じゃあスポンジは全部チェストの中に入れといて。はい、僕入れといた。よし、よくやった。まあ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 、ちゃんとやってるね。オッケーオッケー。うん、やりました、ちゃんとやりました。はい、じゃあ出てください。はーい、はーい。よし、じゃあ今日はちゃんとやったから、さっきほら肉か魚か聞いたじゃん。はい。フィッシュ or ビーフって聞いたじゃん。はい。でフィッシュが言ってたよね。フィッシュがいいだよね。2人ともフィッシュがいいんだよね。肉ということで、今日は魚を、もう全然聞かないじゃん、用意したんで。あれ聞こえてる俺の声。日本語わかんないんだよ。日本語わかんないのか。魚を用意しました。なので食堂に今日は向かいましょう。やったー。今日はちゃんとご飯があります。はい、入ってください。俺の声これ聞こえてんのかな。これ今悪口言っても大丈夫かな。死ね、ブースブース。あ、はいはいはい、懲罰棒、懲罰棒、プチブチ懲罰棒。おい、なんでだよ、なんでだよ、聞こえてない。今、監視に言ってんじゃないです。あの空に向かって、大空に向かって叫んだんです。大空に向かってね、バカ野郎ってね。大空に向かって。おい、どこ行ってんだ。おい、じゃあ今日はあの皆さんちゃんと魚を用意したから、はい、じゃあちゃんと食べてね。あの監視カメラでちゃんと見ておくからね。はい、わかりました。はい、じゃあねー。まずえ、なあおいちゃんこれ見てよ、左から。ウーパールーパー、やばくないね。あ、え、水槽で飼う、外の水槽で飼おうぜ。水槽で飼おう、飼おう、飼おう、飼おう。え、じゃあ一個ずつにしよう。私は一番こっちにするね。オッケー、俺こっちにする。名前つけようよ。チャッピー。じゃあサチコ。え、じゃあサダコで、はい。で、これ何これ、ね、このブス何これ、ね、ブスって書いてある。ゴミえ、これやばくないね、葵ちゃん。葵ちゃんじゃないこれ、書いたの。悪口言われてるよ、監視から。ちゃお前ら、ピッケルゲットしたってことはなんかさ、なんかなかったっけ、この辺ひび割れたやつ。試しに壊してみれば。そうだ、そう、あ、感じきた。おい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 、なに、はいはいはい、魚食べてないの。魚どこにあるんですか。魚、食用の魚はなかったですよ。あれあれ食べれないの。何言ってんの。何言ってんのこいつ。何言ってんの。あれなんかいるじゃん。買いました。育ててる。水槽飼ってる。これチャッピー。これチャッピーなんだ。チャッピー、これチャッピー、これチャッピー。こっちはこれサチコ。これサチコ。うん、こっちはサチコ EX。 サチコ EX。 こっちは、うん、サダコ。サダコ、チャッピーね。あ、じゃあ飼うのね、この子たち。飼います。あ、オッケーオッケー。じゃあ、こいつら頭悪そう、ずっとくるくる回ってる。じゃあ食べるものは、食べるものはないのかな。らないよ。ないですよ。じゃあめんどくせえな、ちょっとリンゴでも入れとくか。はい、じゃあリンゴ入れとくわ。あー、1個も取り分かれた。ちゃんと仲良くね。ちゃんと仲良くするんだよ。仲良くしてね。仲良くしてます。ねえ。はい。ほら、叩かれるぐらい仲いい、ほら。じゃあちょっと俺、あのさっきみんながほらちゃんと整備してくれた電気流れるところちょっと点検しに行くからさ、ちょっと時間かかるから頼むね。で、あのその後、はい、他もいろいろ見回りしてくるからさ。はい。はーい。じゃあね、頼んでね。そのまま乾電池。乾電池しねえよ。よいしょ。え、なんかさ、そうだね、ピッケル手に入ったからさ。え、あのさ、葵ちゃんとさ、私二人で行ったとこなかったっけ。あそこぐらいだ。え、待って、ここも行けるくない。え、ここも行ける。あ、てかそこも行けるよ、そこも。どここれ多分全部ひび割れてるよ。行けるとこ多すぎる。待って、どうしようどうしよう。え、でもここさ、じゃあ監視はこっち側いるってしたから、ここが今度にしよう。いつでも壊れるし、うん、ここの中、倉庫行ってくる。私、葵ちゃんと。オッケーオッケーオッケー。俺この辺でなんか監視カメラ映っとくわ。餌やりしといて、貞子に。あいつは餌や食わなくても生きていられるよ。あ、そうなんだ。ね、ペッチ、監視大丈夫？多分大丈夫。見えない。箱が、箱だ。よし、掘るよ。うん。あー、水。水が出てきた。どうなってんの？どこに繋がってんの、ここ。行ってみよう。行こうぜ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 。いや、さ、下も掘ろうよ。下も掘ろう。これ何があるんだろう。水の中だから時間かかるな。あ、なんもない。なんもないの。え、なんもないの。え、でもなんか上に上がる道はある。行く、葵ちゃん。上行こう。行っちゃう。なんか時間かかるって言ってたし。お、なんだこれ。え、何これ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 。なんか東京タワーの内部みたいなとこがある。何ここ。何それ。え、待って、え、あ、おいちゃん、待って、上見て、上見て、いない？やばい、え、監視いる、これ。息が続かない、待って、監視いる、ね、監視いるんだけどさ、監視の後ろのドア開けてもいい、ダメ？ね、やばいって、ダメ、一回やっていい？バレんなよ。気づいたかな？
海に来てる。ちょっとやばいやばい、息続かない、やばいやばいやばい。あ、おいちゃん入れて、中に入れて、おいちゃん危ない。バレなかったみたい。え、でも監視戻るかな、おいちゃんこれ。え、戻ってくるかな。え、戻った方がいい。え、なに、移動してない。え、待って、おいちゃん、ここも割れてるけど無理かも。まだいけるけど息やばい。ちょっと降りるね。途中に割れてるとこある。今のえほれほれ、いや、やめとこ。監視来ない。多分もう来るよ。今移動してた監視。じゃあやばいかもしれん。え、でもさ、呼吸がなかなか持たないんだよね、プスさん。いやー、葵ちゃん、ね、こっちだって。バカ、来るよ監視、早くしないと。もう、あ、監視来た、監視来た、監視来た。やばいやばいやばい、プチプチプチ、どうにかして、どうにかして、マジでまだ全然無理。よーし、そろそろ食べ終わったかな。うふえ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 、食べ終わった？うふえふえ、どうした、プチプチ、どうした？うふえ、今使わない方がいいかもしれないです。やめてやめてやめて、ない、ない。ウーパルパちょっとかじったら、なんか病原菌ついてたっぽくて、うふえ、うふえ、大丈夫？医務室行く？ちょっと一瞬閉じた方がいいかもしれないです。ちょっと、ちょっとうがいしてくるんで、ちょっと閉じていって。わかった。うがいしてくるんで。大丈夫か？あ、面白いかと思った。まったくペッチーはバカなんだから。あ、大丈夫そう？大丈夫そう。今うがい中。ご飯食べた？みんな。いや、ご飯。はい。ご飯入れてよ。全部取られました、この目玉。全部取られました、この。もう渡せよ、ちゃんと。嘘目玉に。渡した。嘘つき。本当に？どうしよう、どうした？やっぱ懲罰棒ですか、これは。懲罰棒だね。はい。やったー。どんだけ持ってんだよ、お前。持ちすぎだろ。そういえば今週、なんか結構時間かかりましたけど、どこに行ってたんですか？最初は電柱のとこを点検しに行って、その後管理棟に行ってた。管理棟って何ですか？あ、そうか、管理棟まだ行ったことなかったっけ？ないと思います。ないか。管理棟って何するとこなんですか？行きたいな。あ、行く？今から。まあ、おい、取るな。はい、出て。じゃあ管理棟行くか。まだ明るいしね。じゃあ行くか、管理棟。管理棟はどっちから、こっちの方が近いかな。よし、じゃあこっちにみんなついてきて。まあ管理棟はね、まあ、ちょっとね、まあ面白いとこだから、まあ案内してあげるよ。じゃあここ管理棟です。ここ皆さん、管理棟、イエーイ。なになになに、怖いんだけど。なに嬉しくないの？キモ。もう一回いいですか？ちゃんとやってあげよう。はい、じゃあここが管理棟です。イエーイ。ブー。え、誰がブーよ。じゃあとりあえず、じゃあ管理棟案内してあげるよ。はい、お前の人生ブー。え、なんかいた、なんか、あれ、なんか豚いたな今。豚いたな今。ブー。日本語喋ってたね今ね。すごい日本語喋ってたね。施設管理室。あ、そう、ここはね、施設管理室って言って、まあ俺でもなかなかね、ちょっと入れない場所だから、まあ、そう、ここはね、なかなかね、重要なとこらしいよ、この刑務所で。何ができるんですか？いやー、ちょっと俺もわかんないんだよね、詳しくは。俺も入あんま入ったことないから。大学下っ端や、ね。でかい。そう、管理棟はね、でかいの。で、何この部屋。あー、そっちはダメ、そっち入っちゃダメ。ダメよ、これ。なんで？いや、ダメで、入っちゃダメだよ。なんで？いや、ダメ。ここはね、おうちみたい。いや、改装中なの、ここ。これ、俺のマイハウスになる予定なの、ここ。ここは何？あそこ？あー、これはね、俺がね、ちょっとつまみ食いするとき用のチェスト。え、さっきは、ここでつまみ食いしたりしてたんですか？もしかして。いやー、まあ、ちょっとね、入れて、ちょこちょこ食べようかな、みたいな。お腹空いてたからね。じゃあよく監視はここでつもり食いしてるんですね。そう、ここでね、一人で食べてんの。次がこれだよ。これモニタリングルームってあるでしょ。テレビ見れるの？いや、そう、そのテレビがまあ見れるんだけど。あ、すごい。ここね。すげえ。そう、これ見れるよ。で、何が見れるかって、これ映画とか見れるわけじゃないの、ここで別に。何を見るかをちょっと教えてあげるね。ちょっとこっちついてきて。何これ、なんて書いてある？逃げ場って書いてある。逃げ場じゃないね。それ、人生の逃げ場じゃん。はい、皆さん、ここは、処刑場です。入るか、みんな、見学。おい、ダメ。はい、皆さん、こちらついてきてください。はい。
こちらですね、皆さんが処刑当日に処刑される処刑場です。すげえ、すごい見学できる。はい、皆さん管理棟をね見学したいということだったので連れてきました。嫌です。うわ、これ何市ですか。まあちょっとここで見てなさい。誰か一人中に試しに入れますか。あ、入れる？プチプチとか。え、俺？よし、じゃあそこで見てなさい。じゃあこれで開けます、扉を。おお。で、そうだな、誰かなんか良さそうなの。じゃあお前らと近い某の囚人がそろそろ処刑日だから、ちょっと早いけど処刑しちゃおう。そんなテストってそんな軽いノリでテストプレイ的な。はい、入ってる。はい、あのよく見てるだろ、あのお前たちのあの向かい側の某にいた、チャッピーだ。え、チャッピー。チャッピー俺の馬ね。チャッピー。あ、馬じゃない、ウパルーパこいつはあのトムくんだ。トムくんね。トム、一緒にお風呂入った仲なのに。そうなの。これトムくんです。じゃあ行きますよ。でもこう扉をこう閉めて逃げられないようにします。で行きます。皆さん見てくださいね。行きます。ポチッとな。トム、トム、なんか見えなくなりましたよ。見えなくなった。なに、なに、え、え、ガスです。トム、おいおい、悪だって。トム大丈夫か。おい、危ない危ない危ないよ、危ないよ、ダメだって、ダメだって、入った、痛い、入った、ダメだって。あ、っていう感じで死ぬってことか。そうそう、まあこれはねちょっと模擬プレイだから本物の毒は使ってないです。ちょっと死ぬかと思ったけど、実戦では本物の毒を使います。本物の毒じゃなかったとしても俺今一瞬意識飛んだぞ。いや、まあこれあの睡眠薬みたいな感じだから、本当は死ぬの。トムもね、あの死んでないから、あのまだ処刑日じゃないから。あ、なんだ、よかった。そうそう、まだテストプレイで軽々と殺されてんのかと思った。そんなわけないじゃないか、俺はそんな悪魔じゃないよ。あ、出てきてっていう感じなのが管理棟です。面白かった。わかりました。はい、っていう感じで管理棟には処刑場があるので、あの当日あんな感じで、まあ、今回のはね弱めの毒を使ったけどねって感じで、本番は猛毒を使うんで確保しておいてください。あのさっきのところモニタリングルームで映りながら、みんなゲラゲラ笑いながら見ます、そこで。今度はポテトチップス持っていこう。はい、こう持っていこうと。はい、じゃあ、なんで見る方なの二人は。え、違うん。あ、そうだね、一人ずつ見ようか。一人ずつだから最後の一人はちょっと見えないけど、あ、ちょっと待っててね、あの夜にしてくるから。ねえ、管理棟だったね。だよね、葵ちゃんそうだったよね、うん、絶対管理棟だ。あのなんかシャワー室みたいなとこだったわ。だよね、絶対そうだよな。お前見てないだろ。お前さ見てないの俺。見てないよ。いや、確かにモニタリングルームの奥になんか謎のチェストがあって。よし、何話してたの今。いやー、監修ってやっぱかっこいいなって。あ、本当にかっこいいでしょ。ああやって毎日ね、あの処刑日が来てる人たちをあの処刑してるから、みんな。私も他の囚人やりたいです。他の囚人やりたいです。そういうこと、そこ変われってこと。はい、変わってくださいよ。でも意外にあれだよ、辛いよ。そうなのかな。おい、飛んできたぞ猫か、お前は。ご主人に向かって飛んでくる猫か。はい、ということで皆さん今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうだった、今日は楽しかった。楽しみですね、処刑されるのが。どういうこと、楽しみなの。いや、楽しみですね、処刑するのが。するのがって、まだ頼んでねえよお前に。もう任せられちゃいましたからね、頑張るしかないですね。じゃあプチプチの処刑はひなこにさせよう。ぜひやらせてください。はい、じゃあさせよう。その時はボタンを押してもらおう。じゃあ今日はみんなよく頑張りました。で、今日はでもあれだね、まあおとなしくしてたね、えらい。ということで今日はケーキは減りません、安心してください。やった。そんな毎日減らされたらたまったもんじゃないですよ。まあでも俺はね、お前たちがあの処刑されると出世するんで、早めに死んでくれた方がいいです。やば、あいつ。はい、ということで皆さん今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさーい。おやすみなさーい。おやすみなさーい。じゃあ明日もみんな会おうねー。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。ねえ、行ったってね。ねえ、ほいちゃん絶対監視じゃない、管理棟だったよね。絶対管理棟のあのなんか監視がつまみ食いするためにチェスト置いてあるとこだったな。でさ、モニタリングルームだっけ。うん。見た。怪しいチェストがあった奥に。あれ取り行きたいよね。
あれと行きたいな、あれ。じゃあどうやって行くの？え、なんかさ、お風呂場見た？見れた？みんな分かった？うん、あ、俺分かった。出れるね、外。え、お風呂出れるよね、あれ。普通に出れるよね、あそこ。外出れる、お風呂場から外出れるから。外出て、うん、内側にボタンあったもんね。あったあった。え、あれがでも多分気づいてないから、監修気づいてない。気づいてないよ。あそこから出て、どうにかこうにか入れればいいんじゃないかなって。なるほど。次の日の課題としては、管理棟にどうにかして入るっていうことだな。管理棟の周りにさ、なんかさ、入れそうな、なんかひび割れたレンガとかないの？あー、でも見てないからわかんないけど。見てない見てない。お風呂場から出た時にさ、それ見ればいいんじゃない？見て、今日何日だっけ？今日は8日じゃあ、あと2日後にお風呂じゃない？オッケー、じゃああと2日後にそれや。オッケー。あとはあれだね、あの食堂の奥のところも壊せそうだったから、あそこも気になるよね。それじゃあ明日やろう。うん、それ明日やるか。ね、あ、監修来そうだから、ね、寝よ、いった。寝よ。寝たか。寝た？寝てる？ね、寝たっていう起こし方何、本当に。お前カンカチョかよ。寝た？寝た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 。はい、寝てます、寝てます。寝てる？寝てる？本当にネタみたいな存在しやがって。誰がネタみたいな存在や。うまいな。はい、じゃあみんなちゃんと寝てる？寝てる？寝てるって。はい、じゃあね、みんなおやすみ。おやすみ。寝るんだよ。はい、じゃあみんなおやすみ。おやすみ、おやすみ、みんな。